今朝早くクレーンに吊るされた重さ22トンの八角塔の屋根がおよそ1時間かけて赤レンガ庁舎への上へと戻されました。同庁は赤レンガ庁舎は耐震化やバリアフリー化のため、改修工事をしていて、来年7月25日にリニューアルオープンする予定です。八角塔の屋根も今回の改修で新しい銅板に吹き替えられました。また、リニューアル後。は、 これまで入ることができなかった八角塔の中へも料金を払えば入ることができるようになり札幌中心部の景色を楽しめます。